アルケンクリプスです。相手のクリエイターサポートの行動が知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは ARIKEN。 アリケンだ、 L は1個、 ARKEIR なんて言ってくれ。あ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターサポートだぞ。ぜひぜひ登録して、いろんな人に通うな。それじゃ動画レッツラドゥ。キネアもう入っている。目の前、さあ、ハルキオさんをワンボックス閉じ込めたか。ショックウェブで緊急脱出。目の前、オーバースタンが、さあ、突っ込んでくるぞ。これはサージーがしんどそうだね。さあ、突っ込んできてるところ、おっと、これはマフィン、ワンボックス危ない。さあ、ファックスボックスがまだお伺いしてない間に倒していきたい。ここは A2 ルナ、油断してるところ倒して、横から来た敵もショットガン倒す。一気に詰めていき、またもや勝っていったドゥームドメインバトル。まあ、さあ、暗記会でやり合っているオーバースタンたちやり合っている。さあ、 SR、アトランキッド。さあ、ここはうまいジャンプショットガンから、さあ、しっかりダメージ取って、さあ、カッキル入れて HP 回復しないとしんどい。うわー、木に引っかかる。さあ、クレンさんが来ている。ここはカッキル入れていく。さあ、ギリギリ戦える。目の前にはジュピタークレン。さあ、ショックウェブで逃げて、ここはさあ、味方のリブート回収していきたい。回収しないといけません。さあ、ちょっとこれもフロッパー食べてスカーゲットして、さあ、次のやつ向かっていきたい。これ間に合う、59ワンチは間に合うけど、マーフィンたちがいるからしんどいね。いやー、まあでもちょっとワンチだな。これでも水の上のワンチは誰からね、一人でも勝てる実力は持っている。さあ、ルリー敵が使ったところを入っていて、 NSR L3 を倒していく。ここのキルは美味しい。紫ポンプもゲット、ショックウェーブもゲット。さあ、一人で動くには十分すぎる資材をゲット。ルリー残り数は105なので、全部使い切ってから死んでいきたい。目の前にはスイルム、ショックウェーブ、最後のショックウェーブ使って一気にダウンを上げていく。さあ、一人で割といけそうなとこまでいるぞ。アンチ外で逃げ遅れてる木倒していきたい。1ポイントでも多く取りたい。さあ、目の前の資材をハープンガンで回収していく。ミニポと資材を取っていく。さあ、鉄はそんなに取れなかったが、残り最後1個ショックウェーブがある。目の前のうまいファジー倒して、さあ、横には NSR 宮もいるぞ。ショックウェーブで一度、うますぎるだろショックウェーブ。さあ、最前線に出ていく。上からのヘイトがさあ、えぐいぐらい打たれるが、ここはしっかりガードしている。フラル、さあ、横開けて打っていくが、右と左から挟まれてしまっている。さあ、一人ギリギリまでやっている。さあ、資材がないので、さあ、どうにか敵が開けたところをカウンター決めるしかない。ここは降りて一人撃破、ストーク倒して、うわー、隠す、うわー、惜しい。マジここ気合いの入るところだと思うよ。だいぶみんな歯食いしばりながらこの試合やってると思うわ。いやー、終盤楽しみだね。さあ、撃たれている。一度アンチ外に出て、さあ、ダメージ食らってもいいが、前沢が残っているところ、キルをしていくボブ。さあ、キルポイント取っていきます。さあ、ボブ一人で10ポイント稼げるか。リロードして目の前のクイックスをワンパン倒していく。さあ、クイックスの味方もいるが、ここはしっかりガードして、さあ、資材も取れた。横から撃たれていく。さあ、目の前ワンボックス入り込み怖いが、ここはうまいバンサー使って前に出ていく。さあ、下にはナイトル。さあ、横から前から撃たれていくが、さあ、一人で10ポイント以上稼いだぞ。さあ、ワイルドホークチームが残っている、倒そうとしている。さあ、落ちてきたシークラの人、しかしここはワイルドホークの距離、うわー、横からダイナモスキーにワンパン決められて、さあ、クジャクとナイトル2人だけになってしまった。ショックウェーブを使って、うわー、なんか屋根が、屋根のせいで、さあ、ショックウェーブ使えなかったが、いやー、痛え。さあ、デカポ回る状況、飲みたいところ。ナイトルはアンチ外でダメージ食らって間に合うか、ギリギリあるが、ここはいやー、追いつけない。さあ、上からクジャクを切る、そのまま降りてもう一人切る。3対1で A2 ルナをそのままショットガンとサブマシンガンで切る。勝っていった。トグラウンドムーブ、ルリもボブもマフィも全員生き残っている。さあ、横からまたボブがキルを取ろうとしているぞ。ルリの立ち回り、マウフィンのエイム、ボブのゴリゴリ、この3つが掛け合わせて最強のトリオができてしまった。さあ、上を壊して自分の壁にしていきます。横からレイギス、ボブがやられてしまったが、しっかりとマウフィンアシストをしている。さあ、残り2人で、さあ、詰めていきます。さあ、ルリもやれて、マウフィンここ1人残ってしまった。さあ、ギリギリまで生きて12ポイント稼いでいきたい。やはり強いこのトリオ。ハムピさんたちも生き残っている。ローグラウンドでマウフィンはさあ、目の前のキル取っていきたい。さあ、資材を回収して、そんなに取れない。さあ、ラグそうですね。そして
ノーグラウンドはマーフィンのものを降りてきたら全員倒す。ここまで生き残っている順位ポイント4位のポイントが入っている。目の前のレイギスをクラッシュパッド入り込んで倒していきたいが外してしまう。ダグスプ5個とフロッパー4個、下ではハムピさんたちがやり合って、ここはクジャクが倒しに行きます。さあアンチダメージ死んでしまう。さあここはアサトライフル、さあナイトル回復できるので逃げていったところ、HP 有利、ナイトルが最後勝っていきました。そして FNCS 長かったトリオの大会いよいよ終わりました。キング見ていきましょう。累計ポイントドン、圧倒的その強さに何強え。勝利者インタビューいいっすか、ちょっとマフィンたち いないかな、どうだろう。お疲れ様です。やったー、優勝おめでとうございます。有言実行。おい残りの2人も連れてこいよ。おい、あいつら来ないんですよ。いやマフィンさんどうでしたか、トリオ。あ、呼びに行った、呼んできました。お疲れ様です。じゃあ勝利者インタビューいいっすか、ちょっと、さあ現在まあ優勝おめでとうございますと。あざ、いや有言実行してくれましたね、マウさん勝つよと。嬉しいです。おー、じゃあ何だろう、何聞けばいいのかな。やっぱ今回徹底した立ち回りがやっぱあったわけじゃん、マーフィンたち。あった、それがぶっ刺さって平均順位バカ高いじゃん。はい、やっぱりそこ勝負の決め手はそこでしかない。あ、確かに感対策ガチ完璧だったから、完璧だったな。マーフィンがもう常に当ててんの、ヤサルトライフルを遠距離でもうそれでさ余裕だし、最後ボブは殺しまくるしで強かったね。でも2日目は僕らのムーブを結構真似してる人は多かったと思う。確かに、山上多かったもん。結構トニー・スタークのところは選手層熱かったね。うん、いやでもその中でも慣れがあったね。マフィンたちが一番動けてた気する、見てても。しかも、めちゃくちゃアンチなんか変な感じだったんですよ。そうね、確かに確かに。おめでとうございます。いやありがとうございます。それじゃあ次のね、次はデュオかな多分。それもね頑張ってもろて、お疲れ様でした。それじゃあFNCS 終盤じゃあ終わりましょうか。じゃあここで、それじゃあ皆さん1ヶ月にわたる長い FNCS ストーリーを見てくれてありがとうございました。ここら辺で終わりにしたいと思います。スパチャくれた人方、ちょっと読めないのもあったけどありがとうございます。ごっちゃんです。ソルリさんたちもね、じゃあまたねもらっていいですか。いや、わかりました。それでは、お疲れ様でした。ここら辺で配信終わりたいと思います。それではまた次回の配信お会いしましょう。またな、バイバイ。またな、バイバイ。またな、バイバイ。バイバイ、みんなおつ。これからも頑張ってください。応援してます。本当に失礼だね、俺。ごめんね。